大台町立図書館は、三重県滝群大台町を原にある公立図書館。小規模な施設であるため、町全体を図書館にお合言葉に、老人クラブへの出張貸し出しや、町内の学校図書館との連携による利用促進を図っている。1987年に完成した大台町役場休分庁舎は2000年6月に、 大台町役場本庁舎が新築され不要となったが、築年数が浅草利用が検討された。その結果、図書館及びパソコン室として利用することに決定、旧本庁舎の跡地へ2001年2月に、A 家によって移動させた。2002年4月1日、旧文庁舎を利用し、大台町立図書館として開館。建物は、鉄筋造り2階建てで延べ床面積は403。 警報メートル、1階に閲覧室、2階に学習室とパソコン室を設けた。図書館整備費は建物の移設費と図書購入費を合わせて約5600万円であった。2009年度の実績と比較すると2014年度の入館者数は2割増加しているものの貸し出し冊数は微減となっている。町民参加型の図書館づくりを目指しており、 行事を行うときはまず住民に相談してアイデアを出してもらっている。また、お話プーさんというボランティア団体が図書館の内外で読み聞かせを行っている。新鮮車観光の遺跡を学ぶシリーズを全館所蔵しており、図書館間総合貸借制度により他館への貸し出しが盛んに行われている。2001年制定の子供の読書活動の推進に、 関する法律や2004年策定の三重県子ども読書活動推進計画を受け、大台町では2008年に大台町子ども読書活動推進計画を策定し、2016年には同計画を見直した第二次大台町子ども読書活動推進計画を指導した。第二次計画では基本方針として読書に親しむ機会と読書で共感し合える機会の 提供を基本方針として掲げ、具体策として、家庭、地域、保育園、学校における読書活動の推進と、教育委員会の役割を規定した。この中で、大台町立図書館は地域における読書活動の推進の筆頭に挙げられ、図書館資料の整備、充実や職員が専門技能を学べる、環境整備、司書と学校教員が連携した学校での読書活動の、 推進、図書館代よりの発行や、行事の開催、中高生の職場体験の受け入れを通した、図書館への興味喚起、図書館から遠い地域の公民館図書室の充実が盛り込まれた。特に町内のすべての学校図書館に、大台町立図書館の市長を派遣し、図書の配下の工夫や学校図書館の蔵書の充実に、努めるなど学校図書館整備を重視している。 大台町立図書館は、大台町沢原810番地にあり、JR 紀省本線三世谷駅から徒歩約7分で、ある。付近には、道の駅をくいせお台がある。駐車場は15台分ある。ありがとうございます。